こんにちは。この度は願いを叶える月眠りの魔法、ご購入ありがとうございます。この動画は読者のための無料動画、無料プレゼント動画となっています。まず簡単に自己紹介させていただきたいと思います。ここにも名前書いてありますが、ティッゼ・サチコと申します。ティッゼ、なんだこの名字はってね、思った方も多いと思うんですけれども、実はですね、私がこの本の中のあるワークをしたらですね、人生どん底だった時に今の夫、ドイツ人の夫に運命的な出会いをしてですね、人生が大きく変わった。そして、まあ、今があるんですけれども、どんどん夢が叶っていったんですね。願いが叶っていった。この本にね、どこかに書いてありますので、ぜひどこに書いてあるのかな、なんでそんなことが起きたのかな、なんてね、見ていただけたら嬉しいなと思っています。今日はですね、この月眠りの魔法の3つのポイントというのをお伝えしていきたいと思います。この本には書ききれなかった3つのポイントですので、ぜひ楽しみにしていてください。